今回はですね、二次燃焼する焚き火台、これを買ってみました。今全部出してる状態なんですが、一応ですね、こういう袋に入って収納できるようになってます。作りがね、思ったより単純で、多分これが一番下でしょ、一番下で、その上にこれはですね、この下から空気が入って、この中の穴からどんどん出てくるっていう感じですね。で、さらに受け皿を乗せて、で、最後五徳ですね。で、この中にどんどん木を入れていくんですけども、高さがあんまりないので長い木は入れられない感じではあるんですけど、こんな感じかな。
マイクで今ちょっと撮影をしてるんですよ。ああ、そうなんですか。いやいや、これは、撮影現場はこういうことなんですか。これはあれだね、色もいいよね。そうですね。目にもね、なんかただただあったかいんじゃなくて、この色がね。うん、この目で料理とかしてもまた面白いですけどね。ですよね。うん、これからずっと山の中ですよ。あ、そうなんですか。うん、すごいですね。山の中の暮らしはね、楽しいよ。ずっとそこで暮らされてるんですか。あのね、30年ぐらいふるさと離れてたんだけど、はい、帰ってきて、ああ、それで山暮らしを。そう、山中ぐらい。山、いいですね。山じゃなくて山中暮らしをね。それちょっと見てみたいですよ。ぜひぜひ。これは山の中入らない。ああ、うん、たまたま山の中だった。だからね、私、まあその山の中が子供の頃嫌で、はい、ちょっと東京ずっと出てたんだけど、で、まあ家が空っぽになるって言うんで、帰ってきたんですよ。ははははだね、ずっと若い頃は親父何が楽しくてあんな楽しくてこれがね、はい、やっぱり60ぐらいになって帰ってきてるとね、はい、楽しい楽しいですか。やっぱり